はい、こんにちは。まーちゃんねるまえはるです。はい、今日はですね、2つあるんだけど、動画の内容としてね、うん、1つ目はね、まずね、質問コーナー、今年もやりたいなと思いますので、はい、この動画のコメント欄に質問どんどん寄せてくださいませ、はい、でただね、これまで何回か質問コーナーやったことあるんだけど、かぶってる質問はやらないので、はい、この辺からね、動画リンク貼っときますので、過去の質問コーナー見てみて、あ、これ言ってんだったらやめようかみたいなね、他の質問にしようっていう感じで切り替えてくれればいいかなと思います。はい、それが一つ目ね。はい、で、二つ目はこれ、レーシン君がクリスマスにもらったものの紹介でございますね。うん、はい、まず、これそう、待って、立てないで、立てちゃいけないの。うん、はい、いくよ。はい、これ一応まずね、校長じゃ虫キングって書いてあるんだけどね、うん、オープン。はい、オープンすると、まずヘアクレスオーカーとラジコン。おお、ラジコン。ラジコン欲しいっつってたもんね。うん、うん、あと、毛連漢方カブトのフィギュア。おお、フィギュアね。うん、これ自体は木の切り株みたいになってんだね。そう、うん、あの、もともとこの校長じゃ虫キングのケースはリモコンバトルっていう、これ線と虫がつながっているラジコンを収納するためのケースで。あ、そうなの。そう、ここにリモコンセットして、うん、でここに虫を入れる。あ、そうだったんだ。でもそれでもう普通に2人で対戦できるっていうセット。ああ、そうだったんだ。うん、てっきりバトルフィールドだと思ってた。パパ、あ、これバトルフィールドができる。あ、そうなのね。そうそうそう。あ、よかったよかった。それでヘアクレスのお腹側のスイッチをオンにすると、うん、光るね。あ、光る、かっこいいじゃん。うん、それでコントローラーをオン。おお。ちょっと気持ち悪い動きだけどね。なるほどね。これはちなみに1匹だけだと戦えない。戦えないよね。うん、じゃあこのフィギュアと戦わせてみよう。落とせない。落とせないの。そんな力ないの。あ、力ないんだ。あ、逆に落とされる系。かわいい。あ、うまく挟んだ。うまく。あ、あ、ちょっと。おー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 、落とした、落とした、落とした。やっとできた。すごいすごいすごい。あ、でもこうやって遊べるっちゃ遊べるんだね。うん、本当はこれあれなの、これ専用の虫があったんだ。そう、もしじゃあこれそういうの見つけたら買ってみようかね。だね。うん、で結構前の世界ないかもね。そうだよね、前の虫キングだからね。うん、ちなみにエイシー君はこのプレゼントには満足してるんでしょうか。はい。あ、よかったですね。うん、よかったね。うん、この中にフィギュア入れられるしね。そうだよね、この中に今まであった、あの、たまった大量の虫フィギュア入れていけばいいんだもんね。うん、そしたらいいよ、ママだって怒るもん。普通にさ、虫のさ、フィギュアここにあったらさ、怒るからさ、普通に出てると。これいいじゃん。うん、収納ケースとしても使うしね。はい。はい、ということで今回ですね、質問コーナーの質問の募集と、エイシン君がクリスマスにもらったものの紹介でございました。はい、ちなみに質問コーナーはですね、今年のうちにやりたいと思ってます。12月30日に動画公開したいと思ってますので、はい、多分撮影も12月30日になると思うんで、うん、12月29日までコメントいただけると嬉しいかなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、今回のおすすめ動画はいつもとこんと出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中だからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。